リに着きました。美女たちと一緒にパリです。今ですね、シャルルドゴールド空港、シャルルドゴールシャルルドゴールツッコミが入った、シャルルドゴール空港で、藤本咲子さんたちを待っています。これから、リッツパリだね、リッツパリに向かいたいと思います。イエーイ。今迎えの車が来たので乗りたいと思います。すごいあれでした、ベンツが来た、超大きい。フランスめっちゃ寒いです。リッツパリに着きました。よし。そして目の前がバンドーム広場です。広い。今からお部屋でチェックインしたいと思います。咲子さん、ありがとう。はい、はい、今、パリのお部屋チェックインして、ちょっと今からルームツアーをしていきたいと思います。リッツカールトンのお部屋もめちゃめちゃ素敵、お城のようで、まず入り口のところに、洗面台ですね。洗面台とお風呂、かわいいね。なんか白鳥みたいな水出るところですね、これは。とあと、シャワールームとお手洗いがあっちにある感じですね。ここがお手洗いで、でこっちがシャワールームかなですね。すごい一個一個すごい、白とゴールド基調で、で、リッツのタオルですね。こんな感じです。もう一つ一つとっても可愛いアメニティもリッツですね。でお部屋全体がですね、こんな感じです。素敵すぎる。シャンデリアがめちゃめちゃすごい。暖炉もある。暖炉があって、書斎違う、あの机机もあって、でウェルカムスイーツ、こんな感じでね、フルーツとかが置いてくれてますね。あとで、同室のヨコちゃんといただきたいと思います。そしてカーテン開くと、もうね、目の前がバンドーム広場なんですよ。ちょっと後でね、あのバンドーム広場の方も行きたいと思います。今ドアのところになんとバンクリーフの紙袋が入っていて、中はカタログですね。ちょっとこれから見たいと思います。こんな感じでカタログがね、ちゃんとリボンもかかってきました。この後ね、バンクリに私たち行くので、あのカタログを事前に見といてねっていうことだと思います。ちょっとね、見ていきたいと思います。はい、今からですね、ちょっとバンドーム広場の方にお買い物に行ってきたいと思います。行ってきます。パリからみんなで一緒に出てきて、バンクリの本店に来ました、こんな感じですね。もう美女たちと共にバンクリのお店に入りたいと思います。すごくないですか、世界の本店です。今から潜入します。時計と指輪を思い切って購入しました。また後でアップしたいと思います。はい、これから夕食です。イエーイ。今夕食会場にヨコちゃんと来てます。こんにちは。すごく飲みます。シャンパン飲んでください。からディナーです。Thank you.
今パリで朝食をとってます。で今日はねパリ最終日ということで全員でね、ご飯を今から食べます。なんか今抽選でテーブル決まったんですけど、隣はマミちゃんです。かわいい。よろしくお願いします。じゃあ今からマミちゃんと朝